2機のドローンがレニングラード州サンクトペテルブルクに接近しているのが発見されその後そのドローンがウスチルーガを攻撃したとしていますウクライナ軍がドローンで吸収したとされているのはロシア連邦レニングラード州のウスチルーガの港近くにあるノバテック石油コンビナートです。 ロシア第二の都市サンクトペテルブルクからは西に110キロ離れたフィンランド湾に面する港湾で、ロシアにとってはバルト海への出口にあたる場所です。この映像は1月21日に SNS にアップされました。ロシア連邦レニングラード州のウスチルーガの港湾にある石油コンビナートが、 ウクラジオスボボダによれば1月21日の午前0時30分ごろにレニングラード州でキンギセップ地区の上空で2機のドローンが発見され午前3時20分ごろに港が攻撃されたとしています。 それらのドローンが同じ機体だったか違う機体だったかどうかは分かっていませんウスチルーガには大規模な石油コンビナートノバテックがあります原油を処理する施設で最終製品はナフサ灯油ディーゼル燃料などになるといいます港に面した施設で最終製品はここから船に積み込まれ輸出されています フォンタンカによれば日曜日ノバテックの停泊地にはベルギーオマーンリビアからの船舶3隻が停泊していたとしていますウクライナの国境からロシア連邦レニングラード州のこの場所まではおよそ 850km も離れていますウクライナ軍は航続距離 1000km のドローンを 去年2023年の6月には開発に成功して実戦配備したと言われていました。ロシアのメディアトップウォーによれば、ウクライナ軍は1月20日から21日にかけて、ロシア連邦のレニングラードを含めて4カ所に対して攻撃を仕掛けてきたと報じています。今後、このようなロシア領内の奥深くへのドローン攻撃が ままままままますすすす増えていいく可能性ががあありり今日はここででしし最後ごご視聴とうざたチャンネル登録といいねボタンもお願いいたしますそれではまた。 Слышал? Нет? Я думал, ну, это подушка едет, а это дрон у него оказывается. Да? Да. Это не это слышал Не,